ちょっと待って、なんか洞窟みたいのあった。穴開いてるよね。あ、やっぱそうですよね。洞窟だ。来た。市から村の横穴。お。あ、いた。なんもないよ。こいつがいるだけ。迷いの落とし物を。これだけですね。こういうこと？石の形的になんかそんな感じですよね。わあ！ああ、何ここ？え？え？何ここ？ちょ、待って。え？えのきだのバカ野郎！えのきだのバカ野郎！この野郎、えのきだバカ野郎！バカ野郎、えのきだのバカ野郎！あら、え、ありがとうございます。扉が開けられなくて困ってた。あ、そうなの？あ、いやいやいや、備品が突っかえてしまってたんですね。助かりま、あ、いやー、いいことしましたね。全部工務店の裏手に移動しておきますので、また扉が開かなくなってしまうと困るので。あ、なんか結果いいことした。ふう、これでよし。よかったんだ。聞こえてなかったらよかったですけどね。少し傷んできて処分する予定だったので、よかったらご自由にお持ちください。何を？あ、これ。あ、使えるの？何に？何に？何に？えのきださん、お前か。店に来てくれたのに、あまりおもてなしできず悪かった。俺は、ダダダッという間にダダッと解決がモットーのえのきだ工務店の社長なのに、子供のことになるとダダッといかないもんなんだ、子供。さっき少し話したが、俺たちはウィッタという一人娘がいるんだ。妻のパウダーにも俺にもよく似た可愛らしい女の子だ。そのウィッタが妻の生まれ故郷のゲルドの町にもうすぐ引っ越すんだ。ゲルド族は成人するまで、男性と触れ合ってはいけないという掟があってな。幼いうちはいいらしいが、物心つき始める頃ゲルドの町からお迎えが来るそうだ。そうなんだ。ゲルド族にとってゲルドの町で過ごすことは誉れでもあるらしい。ウィッダも楽しみにしているようだから盛大に送り出してやりたいのだが、自分がこんなにも往生際が悪いなんて父親になるまでわからなかったよ。ああ、悪かったな。長話付き合わせてしまった。そろそろ作業場に戻らないと。できれば旅立ちまで娘のそばにいてやりたいが、俺にも仕事があってな。妻も引っ越しの準備で手一杯で、今は仕事の依頼も受けられないと言っていた。せめて寂しくならないように誰かウィッダのそばについててくれるといいんだが。お、あ、ウィッダちゃんいた。おはようはサボった、こんにちははサバーク、さようならはサバンナのだ。びっくりしたのだ。もうお迎えが来たのかと思ったのだ。ウィッダももうすぐマンマのふるさとに引っ越しだから、いっぱい勉強してるのだ。マンマのふるさとにはゲルド語っていう素敵な言葉があるのだ。だからウィッター村のみんなにも知ってほしくて頑張ってたくさん覚えるのだ。もしかしてお兄さんも興味ある？だったらちょうどいいのだ。今からモナリーおばあちゃんにレッスンするところだから一緒についてくるのだ。ウィッターに任せればお兄さんもきっとゲルド語ペラペラになるのだ。今回のレッスンはゲルド語クイズなのだ。うわ、お兄さんも一緒に挑戦するといいのだ。ああ、マジか。行くか。ウィッターちゃん行こうね。ああ、この人。はい、モナリーおばちゃん、サバサーバー。あらあら、今日はご機嫌ですね。またウィッダちゃん、レッスンですか？そうなんだ。今日は初めましてのお兄さんも一緒なのだ。それじゃあ、モナリーおばあちゃんにウィッダのゲルド語クイズなのだ。おばあちゃんのことをゲルド語の言葉で何て言うのだ？ゲルド語でおばあちゃんね。何でしたっけ？バーバブブー残念なのだ。モナリーおばあちゃんも時間切れなのだ。二人とももう一回チャレンジする。そう。マジでわかんねえんだけど。いや、バーバでしょ。じゃあバーバか。バか。こっちか。バンバカバー、大正解なのだ。
そうバーバリスタにもうちょっと覚え、もうちょっとで思い出したんですけどね。でもこれでまた一人ゲルドコに詳しい人が増えましたね。私もウィンダちゃんのおかげで随分ゲルドコに詳しくなれましたよ。だってマンマのふるさとの言葉みんな喋ったらマンマ寂しくないでしょ。これでマンマは大丈夫だけど次はパッパなのだ。あ、そうなのだ。いつも忙しくしているパッパのために仕事の手伝いをしてあげるのだ。そうと決まればレールカーに乗って作業場にレッツゴーなのだ。お、アクティブだね。いい子だね。ウィンダちゃん、まだまだパパとママに甘えたい年頃でしょうにね。でも大丈夫かしら。ハギさんが管理人になってからレールカーも利用しづらくなっちゃったから。あ、どうした？あのレールカーに乗ってパッパの作業場にお手伝いに行きたいのに、そういえばお金払わないと乗せてくれないの忘れてたのだ。お金払ったよ俺が。すでに。あのおじさん管理人になるまではお金なんて払わなくても乗れたのに。こうなったらおじさんに気づかれずにレールカーに乗り込むのだ。でもウィンダ一人じゃ絶対気づかれちゃうのだ。誰かあのおじさんの目を隠してくれないかな。おじさんの目を隠してくれないか。ほう。隠したよ。こういうことか。ちょっと何してるんですか、あんた。私から姿、私から見えてますよ。あ、そうですか。そんなもの近くに持ってこられる営業、営業妨害。これでどうじゃ。これでどうじゃ。あのレールカーに乗ってパッパの作業場に行きたいのに、目隠したぞ。もう気づかれずに、そうだ、乗り込むんだ。乗り込むんだ。行くぞ。今なら行けるよ。え？お兄さんがあれを？そうだぜ。なんだかちょっと心配だけど、お兄さんのことを信じて一気に突っ走るのだ。頑張れ。頑張れ。頑張れー。いいぞ。あいつバカだぞ。やったのだ。うまくいったのだ。ようやく会いに行けるのだ。それじゃあ行ってくるのだ。パパ待っててたのだ。お兄さんもありがとうなのだ。お前動かせるんか。ああ、で壊れた。ざまあ。あ寝とる。誰か来たのだ。じゃあ、旬で寝たの、お前。子供だからな。おお、お前か、ずっと考えていたんだ。ウィッドのためにも、俺にできることを。おお。その答えがこれだ。ゲルドの町までは、これからか、ここからかなり遠いし、市場には魔物も少なくない。だから、ウィッド専用の特別な機器を作ろうと思ってるんだ。だが、何をすれば特別になるのか。特別じゃなくてもパッパの気球お日様みたいでウィンダ好きだよ。お日様、そうだ、お日様のように黄色くカラーリングしよう。なるほど。前にこの辺りで見かけた日だまり草を染料に使えばいい色合いが出せそうだが、この大きさだぐらいだと10個は必要だな。パッパ日だまり草いるの？あのマキッキーなお花でしょ。ウィンダも手伝いするのだ。気持ちは嬉しいがさすがに厳しいだろう。日だまり草は珍しいものだ。まだどこかで手に入るかも分かっていないのだ。大丈夫、日だまり草見たことあるもん。お空から落ちてきた遺跡にくっついてたのだ。空かあるよ。日だまり草10個あれば鮮やかな黄色が染め上げることができそうだが、問題はどうやって。あるよ、あるよのだ。すごいのだ、ちゃんと10個揃ってるのだ。なんと集めてきてくれたのか。これだけあれば気球を日様色に染められるぞ。ごめんなのだ、ウィンダ何も手伝えていなかったのだ。いやいや、そんなことないぞウィンダ。これからパッパはこの気球を日様にするのだ。手伝ってくれるか。うん、ウィンダもお日様作るのだ。できたね、黄色くなったね。よし完成だ。すっかり朝になってしまったな。我が子の寝顔を見られるのももう少しなんだな。大丈夫だよ。えのきだ。また帰ってくるさ。パオだか、どうしたんだ、そんなに慌ててまさか。迎えが来たわ。村の入り口で待ってるって。そうか。よし。じゃあみんなで行こうか。ウィッダ専用のお日様気球に乗って。お前も一緒に来てくれるか？いいとも。わあ。なんか急にお別れが来た。すごいのだ。ウィッダさん、鳥になってるのだ。あまり騒いじゃダメだよ、ウィッダ。落ちたら危ないわ。
みんな見てみろ。あー寂しい。お日様だ、お日様も起きたのだ。太陽もウィッダの門出を祝福してくれている、ね、いるのね。ゲルドの町にいても市から村にいても私たちは見ている太陽は同じよ。大事なのは心の距離。マンマはいつでもあなたのそばにいるからね。えのきだの髪の毛ふさふさすぎて羨ましいんですけど、マジで。さあそろそろ着陸だ。しっかり捕まっているんだぞ。めっちゃ髪生えてるやん、今気づいたけど。めっちゃ頭でかいやん。そしてええー、景色やな。ええー、話や。そしてパッパからのプレゼントすごい嬉しかったのだ。ウィッダー寂しくなるからいつでも戻っ、いや、なんでもない。パッパもウィッダーみたいに強くならないとな。俺たちは可愛いウィッダー、俺たちの可愛いウィッダー、さあ行っておいで。分かっているよ、時間だな。パッパとマンマのお世話は私に任せて安心して行ってらっしゃいね。あ、おばあちゃん、せー素敵な場合になってまたいろいろお話聞かせてもらえるのを楽しみに待っていますからね。いつかゲルドの町に遊びに行くね。そしたらまた遊ぼうね。お友達か。みんなありがとう。いや、サクサクなのだ。ウィッダー、マンマみたいに素敵なバーイになって、パッパみたいに素敵なボーイを探すのだ。みんな、サバークなのだ。サボークなのだ。行ってしまった。悲しい。パウだよ。俺は笑顔を保てていただろうか。ええ、頑張ったわね。あの子はが涙を見せないのに私たちが泣くわけにはいかないものね。さあ私たちにとっても新たな生活がスタートなんだから気を取り直してね。ああそうだな。よし。ああすまんな、お前にも世話になったな。ありがとう。あの日だまり草は貴重なものだったんだろう。感謝の気持ちだ、受け取ってくれ。おお、めっちゃ金増える。私からもめっちゃ金増える。儲かってんな、猪木田公務店。お前には助けられてばかりだな。もし、ゲルドの街を訪ねることがあれば、ウィータのことも気にかけてやってくれ。あ、まだ続くんだ、このイベント。何言ってるのよ。ゲルドの街は、ボーイ、金星を忘れたの？あ、そうだったな。うっかりしていたよ。さ、仕事に戻るわよ。マイホームの受付も再開しなきゃ。いい話だな。お、来た来た来たよ。あなたは、あの時のあなたは絶対来てくれると思ってました。見て見て。お、なんかコース進化してる。操縦桿の性能をより正確に調べられるように榎田工務店さんに試運転場を改造してもらったの。名付けて1カラリーよ。来たね、1カラリー。パフューにテストドライバーをやってもらってコースの設計を何度も何度もやり直して作った傑作さ。 あの時の走りでヒントをくれたお前に改めて礼を言わせてもらう。サークサーク。データを取るために操縦桿は専用のものを使う必要があるんだけど、もちろん車体は好きなのを持ち込んでもらって構わないわ。よかったらあなたにも走ってもらいたいんだけど。あ、走るよ。せっかくならパフューと勝負するってのはどうだい。かつては無敗の女王と騒がれた彼女の記録を越したらあんたの勝ちってことでさ。悪くないだろう。楽しそうですね。変な松陰寺がいたね。確か、確かにパフューさんの記録はジャスト2分でしたね。変な松陰寺ですね。パフューさんの記録挑戦します。もちろんもちろん、やりますやります。よっしゃー、失礼しました。嬉しすぎてつい。ラリーに使う車体を用意できたら、こちらが用意したその操縦桿をセットしてね。あ、なんか別のなのかな。データ収集に協力させてもらえるし、この辺りにあるゾナウギアや建材は遠慮なく使っていいわよ。準備が整ったら一度声をかけてね。あ、はーい。じゃあこれ使うんですね。はい。いい感じの車体じゃない。いいでしょう。早そうでしょう。もう準備はバッチリ。バッチリです。そういう専用の操縦桿もちゃんとセットされてるし、これならスタートしても大丈夫そうね。ガチャン。お、
え、簡単じゃないですか。では改めてルールの説明をします。パフューさんの最高記録は2分以内、全ての光に触れてスタート地点まで戻ってくること、一度握った操縦桿から手を離したり、コースを外れすぎたら失格です。それでは位置について、ブン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 、スタート。あー、あれかな、エネルギーつけといた方が良かったですかね。まあでもそんな言うほど難しくなさそうですよね。なんかでも奥の方とかにさ、すごいいい感じのカーブがあるからさ、ちょっと楽しみなんですけど、これはまっすぐ行っていいのか、サイドから行った方がいいのかちょっと分かんないんですけどねちょっと溺れる可能性が微妙にあるんで、脇の方から入っていこうかな。どれぐらいの深さか分かってない。あー、いいねいいねいいね。これはこうでしょうね。うん、ちゃんとこうコーナリングとかをしっかり考えてたら、多分この角度からは入ってこないと思うんだよなあれかな、なんか車体の前の方にさ、木箱とかぶっ壊せるようなものとかつけといた方がいいですかね。うおー、ちょっとさ、ここ止まったけど大丈夫、 OK です。まあ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 、これぐらいはね、まあ簡単ですよね。信じられない、まさかパフィーさんの記録が破られるなんて、これは貴重なデータよ、お礼よ。あ、3個。このボーイがここまでやるとはね、いや、実にあっぱれな走りっぷりだったわ。実に見事な操縦桿さばきだったよ。なんと珍しいことよ。パフューにそこまで言わしめるとは、パフューの良きライバル誕生に立ち会わせてもらってか、光栄だ。あの見事なライン取りを見る限り、あなたならもっと上を目指せそうです。ちょっとご相談したいことがあるから、後でまた声をかけてもらって。いい、もう今やろう。まとめてやっちゃおうぜ。うん。相談っていうのは、この1からラリーの運営費がちょっと厳しくて、お金？つまり何が言いたいかというと、要するに今後のラリーにはエントリー料として1回10ルピーいただくことになりました。イエーイ、拍手スポンサーかなんかと契約して、あれじゃないですか、なんかね、色看板とか立てた方がいいんじゃないですか。ごめん、言いにくいお知らせだから逆に陽気に説明したのは、失敗だったみたい。でも料金を払ってでも挑戦でしがいのある上級者コースもあるし、もちろんいいデータが取れたらお礼もする。やるよ、やりますよ、上級コースもちろん。いいね、いい返事。今の車体そのまま挑戦する。今のままでいきましょう。はい、そうこなくっちゃ、どのコース。いや、もちろん上級者コースで、はい、よろしくお願いします。ほう、ちょっとコースの全体図先に見たいですね。上級コースは3分、はい、それまでに全ての光に触れてここまで戻ってくることができれば成功ですと。他のルールは一緒ですと。はい、いきます。まあマリオカートやってますからね、散々マリオカートやってますからね。まあでもちょっと1回ぐらいちゃんとコースのさ、全体像ぐらいは見たいですよねさすがにね、コース図ないですからね。おお、なるほどなるほど。これはねこっちから入るんですよね。左から入りたくなるじゃないですか、近さを言うと。ただこのコーナーワーク、ライン取り等々を考えると、あれ奥にもあるよ、大丈夫かこれ。こっちが正解だと見た。そうした方が次の、ま、あれにまっすぐ入れるようになる。まっすぐ入りますよ。うー、あ、箱は壊せないね。一回左に振ってからアウトインアウトを意識してこういう風に入る。いいね、いいじゃないですか。でもだいぶあるね、だいぶありますね、なんかね。これはね、あ、どうしようかなあ、細けー、コーナー細けー、コーナー細けーが、いや、こっから一周ぐるっと回っちゃって、それで入ればいいな。よいしょ、あ、おっと、あんまり思ったより小回りが効かないですよ。初めてミスらしいミスが出ましたね。で、これで、こうやって、これ離しちゃいけないから、止まっちゃいけないんですよね。で、こうだね。まあ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 、いいじゃないですか。まあ、あんまり理想通りではなかったですけど、一箇所だけ。新記録 !1 分15秒。おめでとう。本当に上級者コースをクリアしちゃうなんて、さすがペフさんが認めたボーイ。これは初めての上級コースクリアした記念品。大きな砂をエネルギー。はい。どうする？もう一回挑戦する。あれ？こんなもんなの？あれ、なんかさ、記録超えたらさらにみたいのないのかな？動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。先日ね、ちょっとコロナ禍から目をつけていたとんかつ屋さんに行ってきまして、とんかつを食べてきたんですよ。やっぱとんかつ屋のとんかつはうまいね。揚げたて最高ですね。はい。以上、あったかくして寝ろよ